大和の旗安は、飛鳥時代から、奈良時代にかけての人物。大和国天下軍の人、聖はイミキ。大和のイミキ氏の祖先は、神武天皇即位前期に現れるし、ネズビコであり、本拠地は、大和国上下軍大和里にあたる。天武天皇10年4月に、和ジ流マロが村時勢を与えられ、同12年に、他の和ジ一族にも繋がさずけられ。 二年後の発色の生で意味規制を授与されたものである。同族に大和の五百足、大和長岡らがいる。長岡の時に神千により宿根生を賜もの組みされている。神仙聖四六にも大和国塚三別地議に山ス宿根一族の名前があり、出自神実彦命なりとあり、神竹範に記されている神話が記述されている。俗に本気巻き。 第六の語るところによると、旗安は父母に高揚し、兄弟の仲が良かった。人が病気になったり飢えたりすることがあれば、自分の食料を持参して巡回し、見舞ったり食物を与えたりした。富、野殿の二つの里の人民はことごとくその恩義に、漢字で敬愛することをやのようであった。元明天皇はこれを表彰し、終身租税の負担を免除した、という、 この時代は、儒教の影響により高順であると認められた者は、孔子門という盾札をその家の門があるいはその里の門の傍らに出し、一族を挙げて表彰されることになっており、食器巻き、第二によると、文武天皇は、上は曹祖,祖父から、下は元孫に至るまでに、また予行従なる者には、塔を上がりて、服を賜い、門魚に表渡してよしえとすという御事の利を出している。これは、 笛切れ17の孔子順孫状に基づくものでもある。ありがとうございます。